はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ダビスタリオンゴールドをお届けをしていますけども、ちょっと前回までがですね、ちょっと動画の方に不備があったということもありましてですね、ご覧いただいてた方本当にすみませんでした。ゲームの音が全く入っていないっていうのと、あともうちょっと削除はしてあるんですけど、動画の方の映像がですねちょっと乱れてしまっていたということで、今回はですね、まずゲームの音なんですけども、こちらはですね、3DS から出てくる音を直接、実況しているマイクで拾うような形にしたいと思います。そういうわけでね、ちょっと聞き取りづらかったりとか、音が鮮明でなかったりする部分もあるかと思うんですけども、お付き合いをですねぜひいただきたいなというふうに思っています。早速ゲームの方を進めていきましょう。誰か走ってくれるようですね。サラダか。7枠の9番にサラダが、出ています。ちょっと見ておきましょうね。こちらです。増減なし、ちょっと微妙な感じですね。印の方が二重丸一つ、丸一つ、三角一つっていう感じですね。人気で言うと多分7、8番人気ですかね。7枠の9番、オレンジの帽子がパワフルサラダです。集団の本当に真ん中、もしくはやや後方といったあたりですね。で、このレースはですね、サンシャインステークス、芝の2500です。中山。どのレースでも、言ってるんですけど、とにかく距離的な不利がね、ないような状態で走ってほしいなと思ってまして、7枠の9番ということでね、本当に真ん中。このレースで言うと11頭立てになってますんで、どちらかというと、外枠ということになってますけども、できるだけね、距離的な不利がないように、内々を通っていってもらいたい。で、走行してるうちに、向こうサイドの、バックスタンドのね、直線ですね。この辺りから少しずつ前に詰めていってもらいたいですね。とは言っても内々を通りながら前を詰めていく。あんまり外回るだけのね、力ないですからね、サラダにはまだ。いや、これからもつくのかどうかわかんないんですけど。で、ここで前を追え、追え、いけ、サラダ、来い、いけ、いけ、伸びない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 か、掲示板だけでもいけ、だー、微妙。6着あたりに入線かと。そういう感じですね。6着。パワフルサラダは6着に敗れています。ちょっとサラダももうそろそろ限界なのかもしれないですね。で、一方、パワフル春雨も出てます。春雨はフレンチデュピティの子供ですね。5枠の10番、こちらです。増減なし。元気がないと。阪神の1500m、1400m か、フィリーズレビュー G2 です。まだ我がパワフル牧場は、重賞制覇の、経験がありませんので、ダービー制覇の前に、まずは重賞制覇ということで、なんとかね、重賞を勝っていってもらいたいなと思ってるんですけど、まだそれだけのね、実力を持った馬が生まれていないというとこですね。パワフル春雨は、オレンジ、黄色の帽子かな ?10 番。最高峰から追走中。18頭立ての最高峰か。どうかな。最後のカーブを回って直線に入っていきます。なんとか力ね、見せてほしいですね。画面上にも入ってこないか?入ってこないか?
入ってこないね。入ってこないと。今見た感じだと一番最後に入選したように見えますね。そうですね。ちょっと力が全然及ばなかったというところですか。さあ、気を取り直して頑張っていきましょう。また走ってくれます。おかゆさんが G2 の、日経賞に出場していますね。豊か、頼むぞ。G2 2500m、最内枠の1枠1番がおかゆです。この G2 もしね、奮戦して、掲示板とかでもいいんでね、乗ってくれるとすごく嬉しいんでね、頑張ってもらいたいですね。頼むぞ。頑張ってくれ。頼むぞ。おかゆはね、すごくいい位置にはいます。前から3番目、しかも内側通ってますからね。今日の馬場状態は良です。さあどうか。この辺りから最後のカーブを回っていきます。内側通ってる。いいぞ。すごくいい。すごくいいよ。おかゆ？おかゆどうした？ルーラーシップに抜かれるのはいい。粘れ！おかゆ！前目指せ！来い！おかゆ！なんとか来い！なんとか！なんとか粘れ！なんとか粘れ！なんとか！どうだ？おー、掲示板なんとか入ってくれたか。いやー、上の方はね、本当に有名馬ですね。ネバブション、ウィン・バリアシオン、ルーラーシップ。このあたりは本当に強い馬たちですからね。まあ、その中に入っての5着っていうのは、非常に嬉しいですね。で、繁殖牝馬の方、ちょっと4月1周なんで見ておきましょう。まず、鮭さんは、キングカメハメハつけましょう。で、ハーモナイさんの方はシンボリクリスエスとかつけてみますか。というわけで、これで進めていきましょう。お、生まれた。待機シャトルか。違う違う、ゼンノロブロイだな。男の子ね。はい。で、育成馬の方どうなってるかな。まだ入れないか。まず名前考えましょうということで、名前はいつもの通りパワフルですね。パフルになっちゃった。ちょっとごめんなさいね。パワフルと。で、タルト食べたんでタルトにします。はい、パワフルタルト頼むぞ。富士奇跡の子か。
さあ誰だ、サラダ。もうそろそろかと、サラダも。1600万以下のレースですね。最外枠を走っているのがサラダ。9番ピンクの帽子。ちょっとね、今回も勝てないっていうような形になってくると、ちょっとね、正直引退とかっていうのも考えていきたいなというふうに思ってますんで、サラダ、俺の今この気持ち届いてるか。追い込まれてるぞ。頑張ってほしいですね。さあ後半の最後のストレートに入っていくためのカーブ、東京競馬場芝2400、緑風ステークスでいいのかな、緑の風、そう書いて緑風ステークスでやってますか。さあ前ぶち抜いてこい、前馬群割ってこい、割ってこい、来い。サラダどうした、伸びないのか、サラダ本当にいいのか、サラダ頑張れ、最後まで来い、最後まで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 。4着がいいところですかね。厳しいですね、厳しい。5着、決闘的にはね、そんなに悪い、そんな馬ではないんですけどね。さあおかゆが目黒記念に出てます。 G2 の目黒記念におかゆ登場です。4枠の7番、こちらパワフルおかゆ、いいですよ。ちなみに1番人気はマイネルキッズ。さあおかゆが主走、いいですよ、いいですよ、悪くないところ。おかゆ、おかゆ、おかゆが行く。初めての重賞をプレゼントしてくれおかゆ。頼むぞおかゆ。この牧場を救えるのはおかゆしかいない。前回は、G2 日経賞、5着、今回目黒記念 G2 5着以上は欲しい、上積みしてほしいですね。できれば3着馬券に絡むような3着以内。頑張って、頑張って、いいのかそこで。もうちょっと前目に来い、おかゆ、おかゆ、おかゆ、いいよおかゆ、おかゆ、おかゆ、前が空いてないぞ、どうするおかゆ、どうするおかゆ、おかゆ、どうする、どうするおかゆ、おかゆ、全然ダメか、伸びる気配なしかおかゆ、割ってこい、割ってこい、割ってこいおかゆ、もっと前行け、もっと行ける、もっと行けるぞおかゆ、突っ込んでこい、突っ込んでこい、ドゥワー、おかゆーというね、最後見せ場作ってくれたんですけどね、この最後の直線おかゆがね突っ込んできま、来たんですけどね、ちょっと届いてないですかね。まあ2着も行ってないかな。という感じですね。4着見せ場は作ってくれましたね。
これは今後に期待しましょう。さあ、うちの子が走るよ。誰が走るんだ？おかゆです。おかゆさん、1600万以下になってますね。ここは勝っときましょう。ちょっとね、グレードの高いレースずっと出てたんですけど、勝ちがなくて、1600万以下に落とされちゃってたんですね。ここはもう、確実にね、勝っておきましょう。日経賞、目黒記念、5着に入ってますし、目黒記念はね、かなり惜しいところまで行っての4着。実力の違い見せましょう。心配はしてないんですけど、位置取りがね、あんまりいいとこにはいないんで、14番、ピンクの帽子おかゆ。そこら辺ぐらいですかね、もし心配な点があるとすれば。実力的には、格上だとは思ってるんですけど、いかんせん馬群がね、だいぶ前詰まってますんで、これを割っていくだけの力があるか。さあ、おかゆ伸びてこい。おかゆ。どうした？内側行って大丈夫か、おかゆ。馬群割れるか？割れないぞ。馬群は割れないぞ。前突っ込めんのか、おかゆ。大丈夫か？もう距離ないぞ。おかゆ大丈夫か？ダメなのか？おかゆ、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 おかゆ。おかゆ。ちょっとね、危ない競馬でしたね。ただ最後はね、差し切ってくれましたね、きっちり。これほんとヒヤヒヤしたな。ここの時点ではダメかなと思ったんですけどね。こっからの伸びがすごかった。うん。差し切ってる。おかゆありがとう。さすがディープの子。で、ここで、悲しいお知らせをさせていただきます。サラダさん。引退させましょう。引退です。ありがとうサラダ。さあ、おかゆと春雨と、まあ、できればね、常に期待できる、まあ、3頭ぐらいでね、やっていきたいなというふうに思います。で、今回はですね、パワフルそばさん。黒船の子です。ほんとね、黒船の子らしい、足毛の馬体。期待しましょう。東京第4レース芝1600メートルメイクデビュー東京。そばは、ま、中段ですね。中段いいとこにいますよ。このままね、中段で足をためて、ためて、ために、ためて、なんとか、行ってくれるのかと、まあ、そういったところですね。さあ、最後の直線。パワフルそば？そば？そば？どうした？足がないのか？あるだろう？伸びてこい。もっと、攻めて、掲示板に入ってくるような、そんな走りを、見せろ。ダメか？ダメだ。画面からも消えた。では、厳しい競馬になりました。8着ないし9着あたりに入線ですか？そうですね、6着と。いうことで、破れています。そして春雨さんが出てますね。リボン賞
2枠の3番に春雨が出てます。フレンチディピティの子供。阪神第6レースダート 1400m 馬場状態は良。リボン賞出走です。2枠の3番パワフル春雨、騎乗は武豊が鞍上にいます。さあどう出るか春雨。このクラスは勝っときたい。逆にこのクラス勝てないってなると春雨この先厳しいぞ。頑張れ春雨、頑張れ春雨、頑張れ春雨、来い春雨、伸びろ足見せて、来い春雨、なんとか差し切れ、顔出せ、首伸ばせ、鼻出せ、どうだ、行け春雨、うわー厳しいか。3着か、なんとか3着確保というとこですね。馬券には絡んだと。もうちょっとね、狙ってってほしいとこではありますけどもと。まぁ、ちょっともう1戦2戦見てみましょうね。で、種付けの状況も確認しましょう。おー、鮭は今回はつかなかったが。で、シンボリックリスエスはついたんだね。OK。はい、じゃあ、見ていきましょう。2歳の未勝利戦にパワフルそばさん出走であります。中京競馬場2歳の未勝利戦芝 1600m 出走です。パワフルそばは、赤い帽子、足毛の馬体、黒船の子です。さあパワフルそば大丈夫か。その位置で前目前目で言っといた方がいいぞ。なんて言っても前回厳しい競馬だった。最後足が全然伸びない。お江戸お江戸も伸びない、パワフルそばなんとか前目前目の競馬。ここは内内通るのか外に出すのか。んちょっと余っちゃってるな。ダボついてる。内側通れ。よしで最後はお江、もう直線一気、おえ、直線、黒船、黒船、黒船、意地見せろ、見せろ、そば、パワフルそば、来い、なんとか、ダメか、いやー、画面から消えたー、パワフルそば、どうなってるー、厳しいですね、最後は差をつけられての力負け、6着に入線、5着ですね、掲示板を確保するのが、精一杯と。そういう競馬にはなってしまいました。2歳の未勝利戦お届けをしました。というわけでね、ちょっと長くなってしまったので、今回一旦ここで終了したいと思います。次回、重賞ね、おかゆさんまた出走してくれると思いますので、そちらの方も期待をしていただければと思います。